ストライクゾーンに来るボールに対してきっちり自分のスイングをするということでしょうね。さあ、ワンエンドツー打った、センターへ、センターこの定位置だ。さあ、三塁ランナーはタッチアップ、スタートを切った、ボールが、いいボールが返ってきた、ホームイン、ジャイアンツサヨナラ、ジャイアンツサヨナラ、2夜連続清水志君のサヨナラだ。ジャイアンツ今シーズン3度目のサヨナラ勝ち。脇屋の三塁だから最後脇屋がホームに帰ってきました。ジャイアンツ西武ライオンズに対して3連勝、そして5連勝ということになりました。